依頼者グレーは、アメリカの発明家、技術者、及びウェスタン・エレクトリック社の共同設立者である。1876年のイリノイ州、ハイランド・パークにおける電話機の試作品の開発で、最も有名。近年の著者の中には、アレクサンダー・グラハム・ベルはグレーから、液体送信機のアイデアを盗んだと言われており、 グレイは2年以上前から電話の実験で液体送信機を使用していたため、グレイを真の電話の発明者とみなすべきだと主張する者もいる。しかし、ベルの電話特許が多数の判決において支持された。また、現代のシンセサイザーの父と考えられており、自身の発明に関して70件以上の特許を取得した。グレイバーの創業者の一人であり、設立直後に、 会社の支配的利権を購入している。オハイオ州、バーンズビルでクリスティアナとデビッド・グレーの間に生まれる。家族はクエーカー教徒であり、農場で育てられた。数年をオーバリン大学で過ごし、そこで電気デバイスの実験を行った。卒業はしなかったが、そこで電気と科学を教え、理系の学部のために実験装置を作成した。 オーバリン大学にいた1862年にデリア・ミネルはシェパードと出会い結婚した。1865年、電信線の変化する絶縁に自動的に適合する自動調整電信リレーを発明した。1867年、この発明に対して初の特許を取得した。1869年、グレートパートナーのエノス、エムバートンは、 オハイオ州クリーブランドでグレーバートン CEO を設立し巨大な会社であるウエスタンユニオンに電信機器を供給した。配電事業は後に分離され独立会社であるグレイバーエレクトリックカンパニーインクに組織された。バートンは新製品の検査と試験のためにウエスタンユニオンに雇われた。1870年グレー バートン CEO の資金がウエスタンユニオン電信会社の長であるアンソン・ステージャー将軍により手配された。ステージャーはグレーバートン CEO の業務担当となり取締役会には残った。会社はハイランドパーク近くへ移った。その後グレーは電信業界に利益をもたらすかもしれない発明に集中するためチーフエンジニアとしての管理職を辞めた。 グレーの発明と特許の費用は、当場を作り、大金を稼いだ、フィラデルフィアの司会ドクターサミュエル・エス・ホワイトによって、まかなわれていた。ホワイトはグレーが、電話などの有望で競合する発明ではなく、莫大な利益が約束されている、音響電信に集中することを望んでいた。ホワイトは1876年に、グレーの電話に対する関心を向け直す決定をした。 1870年、ホテルやエレベーター用のハリアナンシエーターを開発した。また、タイプライターのキーボードを持ち紙テープにメッセージを印刷するマイクプリンターを開発した。1872年、バンダービルツとジョン・モルガンから資金援助を受けたウエスタン・ユニオンは、グレーバートン CEO の3分の1を買収し、名前を ウェスタンエレクトリックマニュファクチャリングカンパニーをブシカゴに変更した。グレーはウェスタンエレクトリックで発明を続けた。1874年退職し独立して研究開発を行った。各トーンを分かれた電信機で制御するマルチトーン送信機で構成される高調波電信の特許を申請した。1874年5月と6月にニューヨークと ワシントン DC でこの発明のデモンストレーションを個人的に言った。イリノイ州ハイランドパークの長老派協会の創立者であった。1874年12月29日に協会でミュージカルトーンを送信するための発明の最初の実演を行い、新聞の発表によると電信線を介して馴染みのあるメロディを送信した。これは にオクターブのピアノキーボードで操作される単音発信機である振動電磁回路を使用した最初期の電気楽器の一つであったこのミュージックテレグラフはその振動が電磁石により生成される鋼のリードを使用して電信線で送信するまた後継のモデルでは磁場中の振動板から構成される単純なスピーカーを作り 受信側で発信機の音が大きく聞こえるようにした。1900年、水中信号デバイスに取り組んだ。死後の1901年には、発明がオーバリン大学に与えられた。その数年後、水中信号デバイスの発明ものとして認められた。1875年7月27日、エレクトリックテレグラフ4トラミティングムシカルトーンズ。 のアメリカ合衆国特許第166,095号を取得した。サミュエル・ホワイトが電話に取り組むのに反対していたため、1876年2月11日まで音声を送信するための発明について誰にも話さなかった。グレーは特許弁護士ウィリアム・ディー・ボールド・ウィンに米国特許庁へ提出するためのキャビットを準備するよう要求した。キャビットとは、 図面と説明のある仮特許出願のようなものであったが、審査請求はなかった。2月14日の依頼者グレーの特許、キャビットと3月9日にアレクサンダーグラハムベルの研究ノートに記されたものの、抜粋は類似性を示している。1876年2月14日の朝、グレーはサインをし、液体送信機を用いた電話について説明した、キャビットを認証した。 ボールドウィーンは、その後、米国特許庁に提出した。同じ日の朝、アレクサンダー・グラハム・ベルの弁護士が、ベルの特許を提出した。グレーは、ベルの申請の数時間前に、自身のキャビットが到着したと信じていたが、どの申請が最初に到着したかについては激しく議論、されている。ワシントン DC にいたベルの弁護士はイギリスで最初に、 提出されるまでアメリカでは提出しないという指示があったため、ベルの特許出願を数ヶ月待っていた。エヴァンソンによると、1876年2月12日から14日の週末、特許庁にキャビットもしくは出願が提出される前に、ベルの弁護士が2月14日、月曜日の早朝に提出される予定であるグレーのキャビットにある液体送信機のアイデアについて知った。 ベルの弁護士は、その後液体送信機と可変抵抗クレームを説明する7文をベルの草案に追加した。弁護士の初期が下書きを完成した特許出願として再度コピーした後に、ベルの弁護士は完成した出願を月曜日の正午、前に特許庁を得てしで提出したが、これはグレーの弁護士がグレーのキャビットを提出した数時間後であった。ベルの弁護士は、 ベルの申請書をすぐに記録し、月曜日に審査官に手渡しし、後にベルの申請が最初に到着したと主張できるよう要求した。ベルはこの時ボストンにいたため、自身の申請が提出されたことを知らなかった。5日後の2月19日、ベルの出願とグレーのキャビット両方の特許審査官で、あるジーナズ・フィスク・ウィルバーは、ベルの申請のクレームには、 グレーのキャビットに記載されているのと同じ可変、抵抗機能が含まれていることに気づいた。ビルバーは、競合特許出願を提出する時間をグレーに与えるために、ベルの出願を90日間保留した。この保留により、ベルには回路を破壊せずに、電流の強さを変えることに言及しているグレーの最初の特許出願との干渉を避けるようにクレームを修正する時間が与えられた。 この電流は審査官にとってはベルが主張していた波動電流のように思われた。このような干渉は先発明主義のもとベルがグレーより前にその機能を発明したという証拠をベルが提出するまでベルの申請を送らせた。ベルの弁護士はまだボストンにいたベルに電報を送りワシントン DC に来させた。 ベルは2月26日に到着すると弁護士を訪ねその後ウィルバーを訪ねた。彼はベルにグレーのキャビットは液体送信機を示していることを伝え、液体送信機のアイデアがベルによって発明されたことの証明をベルに求めた。ベルは1年前の自身の出願で回路のブレーカーに水銀が使われていたことを指摘した。水銀は電話送信機では機能していなかったが、 審査官はこの議論を受け入れた。2月29日、ベルの弁護士はベルのクレームに対して修正案を提出し、グレーのキャビットと以前の申請を区別した。3月3日、ウィルバーはベルの申請を認め、1876年3月7日、米国特許庁よりアメリカ合衆国特許第174,465号が公開された。ベルは、 ボストンに戻り3月9日に仕事を再開し、グレーのキャビットに示されているものと非常によく似た、下向きで使われる水送信機の図を実験ノートに描いた。ベルとワトソンは3月10日に液体送信機の設計を作りテストを行い、ミスター・ワトソンカメ、I want to see you というはっきりとした話し声を送信するのに成功した。ベルのノートは1976年に、 議会図書館に寄贈され公開された。ベルの液体送信機の設計は、グレーのものに似ていることから、グレーから電話を盗んだと訴えられているが、議会図書館の文書は、ベルが3年間にわたり、多重電信や他の実験で液体送信機を後半に使用していたことを示している。グレーの設計を盗んだと言われている時から10ヶ月前の1875年4月に、 米国特許庁はベルにオートグラフ・テレグラフと呼んだ原始的なファックスの機械に対するアメリカ合衆国特許第16万1739号を与えている。この特許図面には液体送信機が含まれている。1876年3月以降、ベルとワトソンは電磁電話の改善に集中し、実演や商用利用でグレーの液体送信機を使うことはなかった。 1876年6月のアメリカ独立100周年を記念するフィラデルフィア万博で電話のデモを行った時グレーの水送信機ではなく改良した電磁送信機を用いたグレーはキャビットを放棄したが1877年後半に同じ発明についての特許を出願したこれによりベルの特許に対し第二の干渉を受けた特許庁は 1876年2月14日のグレーのキャビットにあるように、彼は間違いなく可変抵抗の発明を最初に思いつき開示をしたが、他の人が本発明への有用性を実証するまで完成に相当する行動を取らなかったことが、彼にその考慮をさせる権利を奪ったと決定した。グレーはそれでもベルの特許に異議を申し立て、2年間の訴訟の後ベルに発明の権利が授与され、 その結果ベルが発明者として認められた。1886年、ウィルバーは先生供述書において自身がアルコール依存症であり南北戦争で一緒に従軍していたベルの弁護士マーセラス・ベイリーに多額の借金をしていたことを証言した。また特許庁の規則に反してベイリーに対してクレイが申請したキャビットを見せたと述べた。 さらにキャビットをベルに見せベルから100ドルをもらったとも述べた。ベルは一般用語で特許を議論しただけであると証言したが、グレーに対する手紙の中で技術的な詳細のいくつかを知ったことを認めた。ウィルバーの先生供述書は自身の以前の証言と矛盾しており、歴史家は彼の最後の先生供述書はベルの特許を盗もうとしていたパン。 エレクトリックカンパニーの弁護士により彼のために寄贈され、後に米国司法長官、オーガスタス・スガーランドと数名の議員を買収したことが見つかっていることを指摘している。ベルの特許は1888年にライサンダー、ヒル弁護士により論争となった。彼は、ウィルバーをベルや彼の弁護士ポラックがベルの出願にグレーの液体マイクの設計に似た。 別の設計を説明する7文を余白に加えることを可能にしたことで訴えた。しかし、余白の文はベルの前の下書きにのみ加えられ、パラグラフにすでに存在する7文に示されるように特許出願には追加されなかった。ベルは弁護士へワシントンに送る前ほぼ最後の瞬間に申請書の初期草案の余白にこれら7文を加えたと証言した。 ベルや彼の弁護士は特許庁に出願した後、出願に7分を加えることはしなかった。なぜならそうであった場合、出願が保留されることはなかったからである。1887年、電信システムを介して手書き文字を遠くに送信できるデバイスである、テルオートグラフを発明した。これらの先駆的なファックスの機械の特許をいくつか取得し、 1888年にグレーナショナルテロオタグラフカンパニーが特許を受け、長年ザテロオタグラフコーポレーションとして事業を続けた。一連の合併の後、1990年代にゼロックスに吸収された。グレーのテロオートグラフの機械は遠く離れた場所で文書にサインするために銀行により使われ、銃のテスト中、銃からの耳をつんざくような騒音により電話での 話し声による指示が使えなくなった時に手書きの命令を送信するために軍により使われた。また、この機械は予定変更のために駅でも使われた。グレーは1893年のコロンブス万博で自身のテルオートグラフの発明品を展示し、その後すぐにその共有権を売却した。また、1893年のコロンビア万博での 国際電気技師会議の議長でもあった。原始的な閉回路テレビのシステムを考案し、これをテレホテと呼んだ。写真はセレン電池の配列に焦点を合わせ、セレン電池からの信号は分かれたワイヤで遠方のステーションに送信される。受信側では各ワイヤがシャッターを開閉させ、画像を再現する。1899年にボストンに移りそこで発明を続けた。 彼が行ったプロジェクトの一つは、船にメッセージを送信するための水中信号デバイスの開発であった。このような信号デバイスの一つが1900年12月31日に試験され、3週間後の1901年1月21日にマサチューセッツ州ニュートンビルで心臓発作により亡くなった。一部の作家がグレーコードの発明者を依頼者グレーとしているがこれは誤りで、 実際には、フランク・グレーにちなみ名付けられた、以下に示す本など数冊執筆している、パテントイメージズイン TIFF フォーマット。ありがとうございます。